この世界に生まれて間もない頃、パウロはいろんな話をしてくれた。おとぎ話に言い伝え、自分の冒険談。そんな中で俺が最も興味を持ったものは何か。それはエルフのエッチなお姉さんだ。ずっと嘘だと思ってた。そんな男に都合のいい存在がいてたまるかってな。でもな、聞いてくれみんな、いたんだよ。俺は見た。父さんは嘘つきじゃなかった。エルフのエッチなお姉さんは実在する。